18年ぶりのリーグ優勝、そして日本一の栄冠まで手にした阪神タイガース。そんな阪神タイガース大躍進の今年、一躍注目されたのが、おかんが買ってきましたね、ちょうどなんかこれ見ながら見たら勝つんちゃうとか言って、あれですね、やっぱり試合中に食べる飴、うん、雨雨間違いないね。 YouTube でもこれ人気って書いとったよ、倍やん、ちっちゃい子もしてる、すごいな。そう、1試合に7粒から8粒食べとると岡田監督も言っていたパイン飴。そんなパイン飴を作る会社は天王寺区に。天王寺区、どうぞ。失礼します。あ、こんにちは。およろしくお願いいたします。こちらこそ、パインの上田でございます。こちらがパイン株式会社の会長、上田豊さん。阪神優勝でパイン飴って売れましたか？ものすごいことになってます。よかったね。噂では笑ってるで。工場フル稼働って聞いたんですけど。フル稼働です。作ったって間に合わない。岡田監督が舐めてるよで話題のパイン飴ですけども、生産追いついておりません。スタッフ探しました。久しぶりにどうぞ。これですよ、うん、もう DNA にはまってるわ俺も完全に。あ、うん、うまいって、もうあのこれを食べることが自然やもん。パイン飴って昔からずっと売り続けてるもんなんですか？波乱万丈の商品ですね。そうなんですね。昭和20年終戦になってしばらくしてからのストーリーです。パイン飴の誕生の裏には、創業者と菓子職人たちによる波乱万丈の物語があったのです。もしものマネーのもしマネ。結構歴史あるんですね。お父さんの時代なの？このままどんぐり飴作ってても同業者には勝てへんよな。でも私らどんぐり飴以外作れませんやん。何どんぐり飴って。戦後間もない1951年、創業者の安尾は菓子の世界で身を立てようと大阪東成区に一軒家を購入。そこを工場として前身となる成平製菓をスタートさせたのだが、当初の主力商品は駄菓子屋に卸すどんぐり飴ぐらいだった。このままじゃどうにもならん。なんとかせんとな。どんぐり飴って言うんだこれ。事業を拡大するには新たな一手が必要だった。そこで社長、ほな飴の大きさをもっと大きくしてみるのはどうですか？おお、確かにそれやったらお得感が出るな。うん、でも原材料が高をつくやんけ。確かに。これ以上値段を高をしたら売れへん。そうですよね。戦後間もない食糧難の時代、人々はまだ質より量を求めていた。とはいえ値段を高くすると誰も買わない。そこで安尾は奇策を思いつく。ちょっと待てよ、同じ量で飴を大きくする方法あるわ。いやいや無理でしょ。同じ量でこうするんや。あー、ぺったんこにした。丸より大きく見えへんか？ほんまや、見えますわ。飴を潰して大きく見せるという作戦。全然違う。結構姑息な感じ。これは絶対に受ける。でもなんか安っぽく見えますね。せやな、大きくてしかも上等に見せる方法か。すごいな。せや、面白いこと考えるな。なんか模様をつけたらどうや。模様？うん、どんな模様ですか？模様。この時
安尾の頭にひらめいたことが会社の運命を変える。そうや、パイナップルや。パイナップルか、ええですね。僕まだ食べたことないんですよ。俺は一回食べたことがある。ああ、もうそういう時代よ。あの甘酸っぱい味は一度食べたら忘れられへんぞ。当時生のパイナップルはほぼ流通しておらず、あるのは缶詰だけ。食べたな。しかしこの缶詰も高級品で、そうそう、なかなか口にすることはできない憧れの果物だった。あの病気にでもならない限り食べれないごちそうってありますよね。それ以上のもんです。だって手に入らないですから。 GHQ っていうね、進駐軍があのいくらでも持ってるんですよ。戦後間もない頃のギブミンチョコレートの延長みたいなもんですよ。デルモンテのパイカンがね、へ、普通じゃ手に入りませんからね。当時高級品だったパイナップルの味が1円で味わえるとしたら、安尾は庶民の夢を平たい飴に乗せようと考えたのだ。味もできるだけパイナップルっぽくせなあかんな。パイナップルの味ってどんな味するんですか？食べたことないから。濃厚な甘さの中に、それを作るの？爽やかな酸味があるっちゅう感じや。あ、もっと今より酸っぱかったですね。甘酸っぱい味か、うん、当時パイナップルの香料などあるはずがなく、あ、そういうことや。リンゴ、みかん、レモンなど当時あった香料をミックス。リンゴ、みかん、そこにブドウに含まれるクエン酸などの酸味を加えてみた。結局うまいやろ。そうして試行錯誤すること数ヶ月。まずくはならないですね。これこそまさしくパイナップルや。ほんまか。この子たち食べたことないから。これがパイナップルの味か。うまいですね。うまい。日本初のパイナップル味の飴や。そうか、こんな歴史があったか。昭和26年、ついにパイン飴第1号が完成。瓶詰めにして一粒1円で販売したところ。お母さん、パイン飴買って。あ、これ、すいません、これおいくらですか？はいはい、パイン飴ですか？はい、1個1円です。はい、おいしい。おいしいな。よし、狙い通りや。戦後の食糧難で甘いものに飢えていた人たちの心をつかみ、生産が追いつかないほど注文が殺到した。もういきなり売れた。当初はですね、かなりどころか大きな反響をいただいて出るぐらいですから、好調だったパイン飴。しかし売れ出して1年ほど経った頃、注文がパタリと止んだ。最近急に注文入らなくなりましたね。なんだろう。なんか理由があるはずや。ちょっとここ任せてか。ほい、駄菓子屋の様子見てくるわ。ここで安尾は驚きの光景を目にする。なんやこれは。え、パイン飴の偽物やないか。あら、模倣品。そう、偽物の出現。安尾たちが作るパイン飴より安い価格の類似品が出回っていたのだ。その飴は本物と大きさはほとんど変わらず、一見して優劣が分かるものではなかった。偽物なんかに負けてられへん。こっちが本物や分かる工夫をせなあかん。工夫って、なんかできることあります？ここは一つ本物らしくやってみよう。ここでまどかさんに8秒クイズ。類似品が登場したことで加えた本物らしい工夫とは、うん、
本物らしい工夫だからあれじゃないの、あのシワのところをこう深くねじ込んだんじゃないですか、ギューッとこう、これでもかっちゅうぐらい。正解はここは一つ本物らしく飴の真ん中に穴開けてみよう。そう、飴の真ん中に穴を開けること。穴開けてなかったよ。しかし当時の技術では工場にある機械やとうまく真ん中に穴開けるの無理です。缶詰は真ん中開いてますから。なんかええ方法ないんか。芯をね、くり抜いて。ここで安尾は驚きの解決方法を思いつく。そうや、割り箸や。え、割り箸ですか。思いつくね。こうやって箸を差し込んで固まる前ぐるぐるって回したら、ほら、簡単やな。穴が開いたやろ。しかも材料代確かめちゃう。ちょっとほんまや、これでいきますわ。飴が少し冷めたところで順番に穴を開けていく。大変な作業ですけど、最初は失敗も多かったが熟練するとうまく開けられるようになった。その結果、よし、売り上げも回復してきたな。穴を開けることで類似品との差別化に成功。しかも飴が外に広がりより大きく見えるという思わぬメリットも発生し、売り上げも伸びることになったのだが、社長大変です。どうした。これ以上パイン飴を作るのは無理です。どうした。何やって。ここで問題。順調だったパイン飴にトラブルが発生、製造が不可能になったのはなぜでしょうか。砂糖が手に入らなくなったとかじゃないですか。まだ貴重品ですよね、砂糖って。原材料は豊富にありました。あ、え、ただ製造が不可能になりました。製造が不可能になる、はい、なんかの法律が変わったとか、ではございません。ではない。原材料も法律も変わっておりません。ヒントはね、割り箸。穴開ける割り箸や。はい。あ、分かった。どうぞ。そういうことや。あの職人さんが検証員かなんかになって、もう手が動かなくなったんじゃないの。こうぐりぐりするんで。ファイナルアンサー。いや、職人さんが年取ってきて、力がある人が少なくなってきた。ファイナルアンサー。いや、違う。いや、だから社長、大変です。どうした。どうした。これ以上パイン飴を作るのは無理です。何があったんや。ちょ安尾が工場で目にしたもの、それは悪化じゃない。痛すぎるやろ、これは。こんなにか。社長、もう無理そうです。みんな手に腱鞘炎を起こして。正解。これ以上手作業で穴を開けるのは無理です。うわ、そうやったんか。そうか、何十個、みんな何百個か。すまん。毎日何万個もの飴に割り箸で穴を開け続けた結果、従業員たちが腱鞘炎を起こしてしまったのだ。もう手が痛くて痛くてっていうまあ作った母親が言ってましたから、女工さんと一緒にこうやってましたんでね、これは機械化せなあかんなと、ね、反省させられたんだわけでしょ。背に腹は変えられず、大金を出して精度の高い自動穴開け機を購入。そういう機械があるんだ。結果、大量生産が可能になったパイン飴は順調に売り上げも伸ばし、業績も安定。しかし当時キャンディー市場では森永、佐久間などの大手メーカーが首位争いをし、安尾たちの会社は到底及ばないところにいた。ますます競争の激しくなる業界で生き抜くためには独自のアイデアで勝負せなあかん。うちにしかできへん、そうなんだよ、他社には真似できへん商品を作るんや。ここからパイン株式会社の第2章が始まる。波乱万丈。
時は昭和40年代半ば。新製品どうしましょうかね。せや、コーヒーの飴はどうやろ。なんでコーヒーなんですか。いや、去年アメリカに行った時な。アメリカ行った、この人。次の視察先まで3時間ですね。3時間か。長時間車に缶詰にされとったら喉が渇いてコーヒーの一杯も飲まれへんがな。高速道路って便利やけど不便やな。ほんまです。自動車先進国アメリカでの経験を受けて思いついたアイデア。今から日本でも高速道路はもっと増える、うん、そんな時に水なしでもコーヒーの味が楽しめたらええと思わんか。確かに。こうして誕生したのがコーヒー味のタブレット。当時としては画期的。缶コーヒーもほぼ普及していない時代、ドライバーに喜ばれ大ヒット。これは知らないですね。現在もサービスエリアで売られているロングセラー商品となっています。食った瞬間にコーヒーパーン、むちゃくちゃうまい。そして時代は昭和50年代。この頃になると子供向けの商品が世の中に次々と登場。最近いろんなおもちゃが出てきて、おもちゃ業界がえらい儲かってるらしいですわ。第二次ベビーブームの子供が小学生になってきとるからな。しかしなんか一生懸命考えた。飴でも小学生の間でヒットするもんが作れへんやろか。当時駄菓子の値段は1つ10円が相場。幼い子供たちがなけなしのお小遣いの中からあれこれ思い悩んでやっと手に取るものだった。その中で選んでもらうには遊び心が必要。子供だからね。そこでうちの会社もガムを作ってはどうですか。ガムか。あ、でも普通のガム作ってもおもろないな。そうや、ここで安尾がまたもや思いつく。飴の中にガムを入れてみたらどうや。飴の中にガムですか。おもろいですね。何でもおもろい言うな。こうして誕生したのがいいです、ね、キャンディーを噛むと中からガムが飛び出すどんぐりガム。飴もガムもどちらも楽しめるユニークさで大ヒット商品になりました。駄菓子屋1個10円おまけに1個10円で当たりすぎですからね。あの時は世の中にないものをちょっとこう提供していって、どこでもあるものはうち作ってないですね。さらに時は進んで昭和62年、ここでどんぐりガムを超える究極の飴が誕生する。それは女性研究員が持ってきた試作品。この飴なんですが、まあ食べるだけ食べてみてください。なんだろう。うん、見た目は普通の飴やけどな。なんやこれ。おっちゃん大丈夫かな。こんなあかんあかん。確かにこれは普通の飴やないな。なんだろう。実はを飴で包んでみたんです。何、こんな飴は売れへんで。ここで島崎さんに8秒クイズ、はい、島崎です。若手研究員が考案した普通じゃない飴とは。普通じゃない、甘いと思ったらものすごい酸っぱい飴。これか。シュワシュワ。
戦後憧れだったというパイナップルですが、どうでしょうかお二人、子供の頃に憧れていたフルーツってございますか？私はキウイフルーツです。あ、初めて食べたのが 5,6 歳の時で、はい、そうキウイフルーツってものを手に入れたから親戚一同で食べましょうって言って、おばが買ってきてくれて、お祭り騒ぎやな、おまっただ、グリーンですよ、グリーン、ね、グリーンの果物って何やねん、言って食べたらこんなの食べたことない、うん、ごちそうでした。はあれ以来キウイフルーツ大好きになりまして。へえ、まあ、僕はあれだな、あのやっぱりバナナですね。果物屋さんっていうのは、うん、僕の住んでるところになかったんですよ。で、ある日ね、母親がバスで8時間かけて、その果物屋さん行って、お前バナナ食べてよ言うて、今日は食べていいって食べてるうちにおかんがおれへんなって思って、気づいたら1年半過ぎてたことありましたわ。ちょっと理解が追いつかないですね。捨てられたんですか？何ですか？捨てられたという言い方は良くないと思います。捨てるつもりで行ったんやけど、1年半後に僕を抱きしめてお母ちゃんが悪かった言うて泣いたことありますわ。とんでもないドラマやないですかそれ。パイン飴の波乱万丈どっか行ってる。話しすぎる。女性研究員が持ってきた普通じゃない飴の正体とは。実は重曹の粉を飴で包んでみたんです。あ、苦くない？重曹は、そう、重曹の粉を飴で包んだ口の中でシュワシュワするという異色の飴。あまりのとっぴな発想に安尾は、うん、他が作ってない飴やったら作ってみようやないか。即承認。こうして発売されたのが泡玉。泡玉。この泡玉、子供だけでなく女子高生の間で話題に。注文が殺到し、どんぐりガムを超える空前の大ヒットになったのです。これは僕らちっちゃい時ありましたよ。お、来た。お、もう来た。もう来た。お、しろっと来た。もう来た、泡が。おお。あの、おそらくね、サイダーを飴にしたような、コーラを飴にしたような発想だと思うんです。でも最初実はコーラってね、こんなもん人間の食うもんかと思ったぐらいね、苦いじゃないですか。おそらくその発想が頭の固い人には邪魔したんじゃないですか。あの、いつも言ってましたのはね、商品開発こそ我が命と。パイン飴以外のロングセラー商品も生み出したことで、パイン株式会社は急成長。今や関西を代表する会社になりました。え、今年間どれぐらい作られてるんですか、パイン飴って。金額はね、あの社外には出してないんですけど、だいたい 4,5 億個。4,5億個。あとは自分で計算してくださいって言うんです。滋賀県にある専用工場で作られるパイン飴は、なんと年間4億から5億個。そこまで売れているにもかかわらず、このパイン飴、実は CM を流していないそうなんです。というのも、 CM を流す代わりにあることをしているからなんだとか。パインさんって CM 流さないんですか？はい、CM 流さないですね。それはなんでなんですか？それは、パイン飴の出るからなんです。ここで問題。パイン株式会社は宣伝においても他ではやっていないある方法をとっています。その方法とは一体何でしょうか？やんなくても売れるからね、うちはみたいな感じじゃないですか。あ、なるほど、うん、あの、ほっとくというパターン。宣伝費もったいないしね、うん、なんか配ったりするときに、うん、そこにちょこっとこうパイン飴が一つついてるとか、ああ、なんかそうやってこう、ああ、おまけみたいな、まあ、なんていうか外に対するこれアプローチをしてんじゃないの。ヒント言いますね、はい、あの、とんでもない味方を見つけた、はい、スポーツ選手のユニフォームに、うん、ここに書いてもらう、うん、それベタベタな宣伝方法。なんだろうね。 CM を流す代わりにこちらを作ってます。これはすごい。
CM を流す代わりに行っている一風変わった宣伝方法とは。 CM 流さない、それはなんでなんですか。 CM を流す代わりにこちらを作ってます。それは何ですか。はい、パイン飴のサイダーですね。ドリンクもされてましたっけ。弊社の商品ではないんですよね。パイン飴とチェリオさんのコラボ商品です。これはすごい。そう、他の企業とのコラボ商品を出しまくっているのです。出しまくってる。これまでにもパイン飴のポテトチップスやシャーベットといった食品系、パイン飴の文房具、文房具までこれが宣伝になる。さらには洗剤や入浴剤、ライダースジャケットまで。これはすごいな。その数なんと80以上。これが CM 代わりっていうのはどういうことなんですか。各メーカーさんの商品ですので、パイン飴が並んでいないお店にも並ぶパイン飴というデザインが違う売り場にあって、それが広告代わりになるということですね。コラボ商品の一番のメリットは、お菓子コーナー以外の場所にパイン飴の関連商品を置いてもらえるので、多様な層にリーチできることにあったんです。これ何ですか。これはですね、パイン飴を溶かす専用の機械ですね。世界初のパイン飴の専用家電ですね。面白いね。こちらはライソンという家電メーカーとコラボして作ったパイン飴のシロップが作れるシロップメーカー。飴と水を入れて電源ダイヤルを回すだけで美味しいパイン飴味のシロップが作れるというもの。まあ、ヨーグルトにかけていただいたり、まあ、アイスにかけても美味しいんですけど、あの酢豚にパイナップルを代わりに入れていただいても美味しいかなと思います。パイナップル入れるからか、酢豚に。こういった家電を作ったら面白いじゃないかというご提案いただきまして、あ、それいいかもしれませんねということで、はい、共同開発いたしました。ここでパイン飴のコラボ商品クイズでございます。何とコラボしたのかを当てていただきます。まずはこちらです。え、何がこれ、もうパイン飴やんか。はい、パイン飴やんか。実はこれはコラボしております。ドーナツとかじゃないですか。ミスタードーナツとかパイン味のドーナツ。食べ物ではございません。早く言ってよ。あ、やっぱ恥かかせんじゃないゲストに。正解はこちらです。これが現物。そう、でかっ。開いた石鹸。これ欲しい。でしょ。うわ、めっちゃいい匂い。これで体洗ったらパイン飴や、僕。そう。こちらは三好石鹸とコラボしたパイン飴の香りがするパイン飴ソープ。甘酸っぱくてジューシーな香りがすると話題を呼んだコラボ商品です。続いてはコラボクイズ、こちらです。これをコラボしてんの。はい、これもコラボ。あ、だからなんか入れ物だね。 お正月のあのこういうなんかポチ袋、ポチ袋みたいなもん。要はなんか袋入れるものちゃいます。下敷き。あ、クリアファイル。違います。ノート。なんか入れんじゃん。ノートが近いです。いきますよ。ダダダダダと。これはい。パイン飴とコラボしたこちらの商品が何な。こちら、こう映ってましたね今。これいきますよ。ダダダダダと。これ御朱印帳。あ、はい。この間テレビでやったとこや俺。あ、そうですか。御朱印帳、パイン飴の表紙になってる。 CM 代わりがコラボ商品っていうのは、はい、なぜそうなったんですか。ですね、まあ、弊社の今の会長がですね、あの宣伝はあの CM は使わずにやりなさいと。えらいこと言うな。 PR はやってほしいけど、他社さんがやってることは同じことはしたくないと申しておりまして。 CM は流したらあかん、でも、はい、パイン飴は広めろと。はい、そんなことあるって思いましたよね。そうですよね。まあ、ちょうどその頃にあの神戸屋さんからですね、パンをコラボしませんかというオファーがありましたので。あ、これだと思いました。すごい。このコラボ戦略が見事に成功。 CM を流す以上の効果が上がっているそうです。戦後の荒波を乗り越え、関西を代表する企業へと成長した
パイン株式会社のもしマネポイントは、はい、何でもやってみなはれ、あ、うん、難易度高いとかね難しいって思う方が間違うんじゃないですか。やろうと思えば必ずできる、やろうと思わなければ絶対にできない、できる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 なんです。想像の世界にチャレンジしましょうってことですね。マネー賢者の井上さん曰く、今コラボ戦略を取る企業は多いそうで、例えばこちらは文房具やオフィス家具で有名なコクヨとお菓子のロッテがコラボしたノート柄のガム、学生の間で人気を博しました。そしてこちらはですね、イエローハットとピザハットのコラボ商品で、イエローピザハット、いやハットつながりですか。ハットつながりです。カー用品専門店のイエローハットが8月10日をですね、語呂合わせでハットの日と制定してるんですね。でそこで社名にハットが入って同じじゃないかということで、ピザハットに声をかけたところ、あ、いいですねということでコラボが実現したと。本来ならありえない異業種コラボが実現。さらに去年から驚きの展開が。今のこのイエローハットとピザハットというところに昨年からもう一つですね、一社が加わったんですが、その会社というのはどこかというのがクイズです。イエローハット、ピザハット、あとハト屋。あ、あの旅館のハト屋。ハト屋。ハト屋じゃないですね。なんとかハットであることは確かだと思うよ、僕は。はい。ハット？それともヘイハット？ハットなんとか。ハットです。はい。リンガ。あ、正解です。リンガハット。リンガハットです。何それ、え、知らんわ。ちゃんぽん。あ、ちゃんぽんのリンガーハット。リンガーハット。長崎ちゃんぽん。長崎。ね、リンガーハット。知らんわ。ちゃんぽん。知ってます、知ってます。長崎ちゃんぽん。ミリア知ってますって決めつけんのよ。看板見たら絶対わかります。ミリアわかる。あ、知ってるわ。でしょ。食べてますね。食べてるわ。いやー、リンガーハットかー。よーい。3社で CM を作成したり、社長同士が対談したりするなど、さまざまなコラボレーションを実施。今年の夏にはイエローハットの敷地内にピザハットとリンガーハットが出店するハット村が1日限定でオープン。まさに業種の垣根を越えたコラボレーションになっているんです。全く違う業種の人たちが集まるから、ね、逆に新鮮で、ね、いろんな人が知るということなんだろうね。まさにそれが異業種コラボのメリット、はい、お店が大変身、二毛作ビジネスで儲け倍増って本当？二毛作っていうのはだから、その同じ畑で違うものを育てる、違うものが2つ出来上がる1つの畑でっていうことですよね。そんな二毛作のように一つのお店で2つのビジネスを行う人が今増えているらしい。単純に考えれば儲け倍増でウハウハでは、ということで早速調査へ。さあお店、あ、ここかな、あ、ここだ。もうなんか見た目パン屋さんって感じですね、完璧に。うつぼベーカリー。こんにちは。あ、もしまねの織田信成と申します。おしゃれなパン屋さん、よろしくお願いいたします。パン屋さんですね、なんか美味しそうなパンが結構並んでますけど、はい、こちらは大阪本町にあるうつぼベーカリーパネーナ。販売するパンは60種類以上で、多い時には1日500人が訪れる行列ができる人気店。すごいっすね。ベニーモアン、クリームチーズとごまの香ばしい香りが相性抜群のロデブや、何味なんだろう、バジルで爽やかに仕上げた豚角煮とレンコンのタルティーヌなどが人気。その二毛大作のビジネスっていうのはいつやってるんですか。夜の6時から。夜の6時から、はい、なんか今僕もヒント目にしてます。目にしてます。目にしてる、はい、目にしてる。そうですね、る奥あれ人ですよね。あ、人ですよね。あれは人です。バンド、バンドではない。もうしたいですか、なかなかちょっとバンドじゃ、なんかバンドマンっぽくないですか、後ろの方。ドラマー。この物販の販売してる棚あるんですけど、はい、そこがね、通常のパン屋さんより少し高めになるんですよ。ほんまや、ちょっと高く。なんでなんで、確かに。え、これヒントですか。え、この高い
棚がヒント。料理教室。違う、料理教室じゃない。料理教室いいです、ね、違う。ではスタジオのまどかさん、もう一方のビジネスは何か分かりますか？まあ希望としては僕はあのバーがいいと思うんだけど、こうビール飲みながら立ち飲み、パンも食べながらね、それいいと思うんだけどね。ということで夜再びお店へ。まあ夜ですしね。え？何？うわ、なんかすごい人がいっぱいいる。え、何？え、何何何何何？パンなくなってる。うわ、なんかいい感じの曲も流れて、すごい。バーじゃない？立ち飲みバーだ。立ち飲みバー来ました。来ました。これはもう絶対いいわ。立ち飲みバーということでよろしいですか？はい。ああ、そっか。だからそれで。ここがちょっと高くなってたんだ。そうですね、高さ少し取っててっていう感じなんですけど。こちらのお店が始めた二毛作はパン屋さんと立ち飲み屋さん。夜6時以降は立ち飲みベーカリー裏パネになるという。パネな。昼間販売してるパンを当てパンとして食べ放題550円で提供。本格的なビストロ料理なども楽しむことができる。あ、パン合うじゃん。場所地図ちゃんと。みんな乾杯。乾杯。イエーイ。乾杯。イエーイ。あでーあでー。いただきます。かわいい。リンゴジュース。バーやから飲めよ。あ、おいしい。ここで本題へ。二毛作ビジネスで儲け倍増って本当ですか？倍増まではいかないです。まではいかないけど、倍増までは行ってない。はい、パンがよう売れてるから、ね。飲み屋さんの売り上げはじゃあどれぐらいなんですか？一番良かった月で280万ぐらい。それでも倍増じゃないってことは、パン屋さんの方は？パン屋さんはね、月800万以上。そんなに。パン屋さんやろう。立ち飲み屋さんの売り上げも十分すごいのに、パン屋さんの800万円がすごすぎて倍増とは言えないという人気っぷり。1日12万ぐらいで二毛作やらなくてよくないですか？パン屋どうしても廃棄が出てくるんですよ、売れなければ。長い販売の時間を設けてロスをなくすっていう、はい、賢いわ。もう賢いわ。続いてやってきたのは東大阪市。いいですね、地元。わあ、おしゃれ。あ、ここか。はい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 、ここですね、このお店ですね。あ、おしゃれな。ヘアルームって書いてある。散髪屋さん。これは美容院ですね。行ってみましょうか。こんにちは。あ、どうもこんにちは。もしまねの織田信成と申します。よろしくお願いします。すごいおしゃれな店内ですね。ありがとうございます。はい、このお店はもう何年ぐらいされてるんですか？ここはもう8年ぐらいは。8年、はい、へー。こちらはヘアルームコードという美容室なのだが、ここで二毛作の方はいつ営業されてるんですか？毎週金土日の夜と、うん、月曜日のお昼だけです。出身も？出身は、徳島にです。徳島、はい。あ、阿波踊りの先生ちゃいます？違う。夏限定なんて。では島崎さん、ヒントはご主人の出身地、そしてこの店内風景、何のお店か分かりますか？徳島。あ。阿波踊りも徳島は有名ですけど、徳島ラーメンが有名なんで、夜は徳島ラーメン屋さん。あ、おー。美容室がやっているもう一つのビジネスとは。え、あ、すごい。え、あ、ちょっと待って。店の前には赤色が目を引く看板とのれんが。おそばって品そばになっちゃってる。あ、いらっしゃいませ。こんにちは。ラーメンじゃん。こっちの制服も似合ってますね。すごい、なんかあの兵藤さんみたいな感じの。あ、本当だ、兵藤さんだ、ね、全然お店の雰囲気変わってますね。鏡もちゃんと隠して、こういう風にね、全部メニューとかも置いてあるし。え、
さっきこんな絵飾ってました。全然気づかへんかったんで、めちゃくちゃヒントじゃないですか、これ飾ってたとしたら。飾ってました。全然見てなかったわ。ということで、こちらのお店は美容室とラーメンの二毛作。すごいね。お待たせいたしました、徳島ラーメンでございます。うわー、美味しそう。美味しそう、でかっ。美容院で食べると思いながらめちゃくちゃ本格的。すごいですね。めちゃくちゃ美味しい。ありがとうございます。麺の喉越し最高。甘辛いって感じですかね。感動する、この美味しさは。食べたい。しかしなぜ美容室でラーメン屋さんを始めたのか。パーマとか、はい、あのカラーとかお待ちのいただける時間にいろいろお出ししてたんです、はい、料理が得意だった土井さんは、ちょっとした食べ物やパンなど待ち時間に提供していたそう。そんな美容室も珍しいけど ね、コーヒーぐらいでしょ普通。そんな時、90歳のおばあちゃんが徳島ラーメンを食べたことがないということから、ラーメンを提供したのがきっかけだという。いやいやいや、すごいな。手間かかりますよこれ。全然匂いしなかったですラーメンの。だから全然分かんなかって。匂いが出る元から、まあ、結局換気の方を常にしてるんで、はい、まあ、匂いはこもるっていうことはまずないと思います。あ、ここで本題へ。二毛作ビジネスで儲け倍増って本当ですか。本当です。いや、もう倍になっちゃったの。美容室とラーメンそれぞれの売り上げは300万ぐらい。ちょっと待って、300万、はい、美容室での儲けが300万円。週4日、営業3時間だけのラーメン屋さんでも300万円ということらしい。ちゃんとしたお店、はい、飲食は飲食としてお店出したいので、うん、まあ、その時のために今やってるかなって感じです。あ、その時美容師は。美容師もやります。やるんですか。どんだけ働くんですか。まどかさんも二毛作みたいなとこあるじゃないですか。要するに、まあ、ちょっとお笑いと、ね、あとなんか街歩くっていう2つ。あとね、あと歌も上手だし、 たまにね、たまに歌った、ね、たまに作曲も作詞もできるし。あれ趣味やからね。あれは趣味、あれはもう完全な趣味やから、ね、そういうふうに言うてくれたから気楽やそうです。